まあ、お花や葉っぱが出てきたよ。春が来て植物が目を覚ましたね。おーちゃん、今年はうちの畑をポタジェにしてみようか。ポタジェって何？カラフルな野菜やお花、果物、ハーブなどを植えた畑のことだよ。美味しい食べ物が取れるだけでなく、とっても綺麗で楽しい畑なの。ベランダなど狭い場所でもできるよ。やってみたい。じゃあ何を植えるか決めようか。かわいいお花と甘い果物がいいな。だっておうちゃん大好き。こんな感じはどう？綺麗だね。でもトマトは酸っぱくて苦手だな。このトマトは甘くて食べやすいんだって。試しに育ててみよう。おうちゃん、畑の地図を描いてみようか。畑の地図を描くには植物が大好きな場所を知っておこう。例えばお日様の光が好きな植物、涼しい場所が好きな植物、水が苦手な植物、いろいろな子がいるんだよ。難しいなあ。おーちゃん、はじめまして。わあ、君は誰？私はミニトマトの種ちゃん。おーちゃんの畑に植えてもらうんだ。おーちゃん、私たちの好きな場所がわかる？ 1. 雨がたっぷり降るところ。 2. カラッと乾いたところ。どっちだろう。正解は2、カラッと乾いたところ。私たちは遠い国の高い山の上で生きてきたの。お日様の光が強くて雨が少ない場所だよ。おーちゃんの畑にもそんな場所はあるかな？タネちゃんが好きな場所を探してみるね。みんなのチャレンジコーナー。今日はさあやちゃんのお菓子作りを紹介するよ。チョコレートのお菓子を作ってくれたんだね。見て、ホワイトチョコレートとミルクチョコレート、2種類で作ってくれたみたい。宝石みたいな飾りやカラフルな飾り、チョコペンのお絵かきも素敵だね。まるでパティシエさんみたいだよ。さあやちゃん、ありがとう。タネちゃんはここに住んでね。お日様がいっぱい当たるし、ベランダの下だから雨が当たらないの。素敵。ここで美味しいミニトマトになりたいな。畑の一番前には野いちごを植えて、その後ろには背の高いクラスペディアとマーガレット、色や形の面白いハーブをにぎやかに並べて、ピーマンは土を高く積んでお日様が当たるように。トマトやピーマンと仲良しのマリーゴールドやバジルはここ。仲良しってどういうこと？一緒に植えるとトマトやピーマンを元気にしてくれるんだよ。カラフルで楽しい畑になりそう。次の動画では種を植えるよ。みんなも春から植物を育ててみよう。バイバイ、また見てね。みんなのチャレンジを教えて。ファンファンシープの動画を見て、実験、工作、生き物の観察をしてくれたお友達は、写真を LINE で送ってね。おーちゃんたちのイラストも嬉しいよ。みんなのチャレンジを動画の中で紹介させてね。1チャレンジで1ポイント貯まり、10ポイントごとにオリジナルグッズをプレゼント。まずは LINE に登録してポイントカードを手に入れてね。お便り待ってるよー。